そして当たりがようやく出てきたかなという宇野なんですが、ワンボールからの2球目レフトへ、まあ、スライダーだと思うんですけどね、はい、ここは球種を狙ったというよりもですね、素直にバットを出したと、はい、これはですね、宇野自身ですね、はい、非常に満足したバッティング。満塁ホームランです。大逆転9対5。
インコースだ、逆転だ、通算100号、凄まじい飛距離だ、渾身の力のストレート、上原コーチ、ここを打ち砕かれた。阿部慎之助のホームランで一時の流れを取る。達成しています。井川圭、このスライダーはレフトへ、ああ、高橋光信に打たれました。谷繁の打球はレフトの後方、大きい、レフトが下がる、2試合連続のホームランとなりました。谷繁にレフトスタンド、優勝へ一歩扉を開けます。さてこの回、中村のりひろ、バット一閃、中日の夢を乗せてスタンドへ運んでいきます。
本当にこの人の力が出るんですがね、レフトへ文句なし5階席だからこの人は怖い。ドラゴンズ1点差。高橋久典痛恨の一球。あそこ1点 OK で割り切ってこのバッターを確実に取るという考えができるかどうかというね、はい、レフトに打球上がったが見送った中田、これが一番怖かった。ルナ第8号逆転ツーランホームラン。ルナに飛び出しました一発、あっという間。5月の8日今度はどうだ、バットフリップが出た、左中間へ第5号のソロホームランだ。最高の追加点がドラゴンズに入ります。これは手応え十分だったんでしょう。福田の不足の宇野さん、バックフリップ出ました。出ましたね。の初球狙い打った、大きな当たり、レフトが下がっていって入りました。グランドスラム、柳にっこり、アルモンテにとてつもなく大きな今シーズンの
第1号が飛び出しました。第1号ま感じはないと思うんですよ。シュートは3本出てますね、はい、右へ打球は高く上がる。打球は伸びていって入りました。先制アーチ、ドラゴンズが先制。ケラの打球はセンターに、あるいはプロ初ホームランになるのか。入りました。シエラ昨日デビューして着々と利益を重ねていって、ついにはイメージを植え付けたい今シーズン初対決。レフト方